すごい。そんなに分厚いの？いや台本見てみたいさ。ジブリの台本見たことない。ない。うーわー。え、これ見せて平気なんすか？うわぁ。カッペイちゃんのルフィってのもあり得たかもしれないんだよね。やってみてとか言って。さすが三ツ矢さん。絶対僕言えないっすもん。さすがっすね。声優コレクション。カッペさんといえば、うん、ワンピースのウソップがあるんですけども、うん、ワンピースは三ツ矢さんと僕も出演させていただいております、はいね、はい、僕はあのピータというとてつもなく高い声そうですね、最初にやったらとんがりよりも高い声でって言われてにーってやったらもっと高くにーでも本当にね演技に幅がなくなる見た目はワンピの中で一番でかいんだよ今まで城壁男なんだ。大ちゃんはどんなのよくやったの？僕はですね、逆に、まあ、かっこいいのやってるんですよ。またユースタスキットって言いまして、かっこいいやつ、かっこいいやつ、もっと低い声、もっと低い声っつって、もうみんなに言われるのがなんでお前がやってんのって言われるぐらいもっと会う人いるだろうって言われるんですけど、ね、きっとすごい、なんかね、こう低いよね。例えば俺たちは俺たちの道を行くみたいな、そうそうそう、もう無理してますみたいな喉痛めてますそれで戦うから大変なんだよね。めっちゃ大きな声出すんですよこの人。これちなみにどうやって決まったんですか？ウソップはあのオーディションなしでした。オファーできました。はい、あのなぜかというとその前にですねルフィで落ちました。ああルフィで受けたんだけど、はい、ルフィではダメだったんだけど、ルフィでダメで、でウソップでオファーが来たから直接来たんだ。じゃあひょっとしたら、はい、カッペイちゃんのルフィっていうのもあり得たかもしれないんだよね。何番分の1かでめちゃくちゃやりたかったですけどね。そりゃそうだよねルフィのやってみて、やってみてやってみて、さすが三ツ矢さん、そんな一言で絶対僕言えないっすもん。さすがっすね。やってみて。自分で、うん、え、ちょっと待ってください。見ました今。もうプロデューサー超えてますよ。オーディションだよもう完全に。ちょっと、でもな、まあちょっとやってみましょうか。いいですか？海賊王に俺はなる。あ、これ真由美さんだどうしてもイメージが田中真由美。もう二週なんで聞いてるの確かに、ね、ちょっと話変えましょう、はいはい、LINE グループとかあるんですかね？ワンピー？ワンピー、うん、あるあるある。ワンピーだからもうキャストもスタッフも全部もうワンの LINE でこっちゃこちゃで、はい、ね、もう誰が誕生日になると大変。真由美の誕生日なんかボーリング場でやったんだよね。ボーリング場でやりました。ちょうどあの原作の小田先生と合わせて100歳になるっていうんで、へえ、中野にあるボーリング場を一つ全部借り切ってそこでボーリングし放題、うん、ボーリングし放題でボーリングで一番いい点取った人にはこんなすごい商品が当たるみたいな。そうそうそう、うわさすが超かったよ。でもなんかそれ以外でもよくパーティーしますね。うん、その小田先生のうちってなんかたこ焼きパーティーとか、うん、なんかやたら何かあるとすぐ宴しますねやっぱり。まあ今はねご時世だからできてないと思うんですけども、うん、まあね、ちなみにオーディションで受かった作品で最初にオーディションで受かったのは魔女の宅急便です。おお、ジブリジブリジブリが出たよ。いちいち大きいな入り口がでかいねなんかもう今ちょっと嫉妬してますよ、さすがの三ツ矢さんも。ジブリは出たことあるんですか？三ツ矢さん、ジブリは僕はねないの。僕もないんです。お、最近割と、うん、あの生の役者さんを使うことが多くなっちゃったので、ね、もちろん声優さんも出てらっしゃるんですけども、はいはいはい、そういう感じでジブリは出たことがないんですけどね、うん、トンボはどうでした？トンボはだからもうそれこそ逆に言うと何にも分かってなかったんで、うん、よかったんだろうなっていう。あ、逆にだから素の良さ、ね、はい、だからもう今時々テレビとかで再放送とかしてるのを見ると、うん、ちょっと自分に聞こえないなみたいな。あ、なんかまだ全然その声優として何もできてないっていうか出来上がってない、うん、真っ白な状態でもさ、なんか日本アカデミー賞も受賞したわけでしょ。行、はいはい、きました行きました。すごかったんじゃないの？南さんと一緒にその特別賞を受賞した時、まだ宮崎さんが今みたいにこうあの宮崎さん実はすごい恥ずかしがり屋さんで、うん、だからあので宮崎さんが僕は行かないって行きたくないっていう。やっぱね近いんですよ距離が。
もうやっぱり宮崎さんって言ってもピンとこないですもん、うん、我々僕ぐらい遠いともう呼び捨てですもんね宮崎駿って、うん、みんなそうでしょ大体宮崎さんって誰だろうって思う。大体呼び捨てか先生つけるかどっちかだよね。そうですよね、もう先生宮崎駿先生、はいはい、の代わりに僕と南さんで行くってことになったんですけど、でも本当にだからスーツも持ってないし、だって噂によると当時まだスーパーでアルバイトしてた。スーパーでバイトしてた。あのアカデミー賞の授賞式に出るんで早退させてくださいって、お前何言ってんだお前って言われたそりゃそうだそりゃそうだ周りの人はどうかしちゃったんじゃないのこのこと。なんと、はい、今回特別にお宝を持ってきてくださったということなんですけども、まあ、何ですか。お宝って方はまた台本ですよ、まあ、でも台本、いや台本見てみたいっす、はい、ジブリの台本見たことな い、はい、ない、うん、これだからもう32年ぐらい前ですかね。えこれ見せて平気なんすか。ヤマト運輸が提携してるんだ。ヤマト運輸、ヤマト運輸だよ。一緒にね、魔女の宅急便だから。やっぱりそういうことなの。すごい手書き台本だ。で昔はね台本が手書きだったんですよ。だから書く人によってでこう読みにくい字とかありましたね。そうなんです。いやでもすごいですよね。でももう台本のチェックの仕方とかも分かんなかったんで、うん、全部定規で、あの、そう、定規でチェックしてやる。定規で全部線引いて、かえって見にくかったですね。でもね、落ち着いてって書いてあったり。かわいい。ここにも落ち着いてって書いてある。ずっと落ち着いて喋る。落ち着いてなかったんだね、きっと。あ、ここは落ち着きすぎって書いてある。やべえな。そんなに熟読されると思わなかった。声優1年目で掴んだ魔女宅から17年後。自分でも久しぶりに見て、自分でもびっくりするぐらい書き込んでんなっていうか、よく考えてやってんなって。中尾に参拝。エリ役を演じたアニメデスノートでは台本にもこんな変化が。ああ、いいですよ。ほらほら、なんかすごい仕事してる感じ。仕事してる感じしますね。デスノートの L ですよ。L 勉強熱心ですね。随分研究熱心。ここに落書きがあります。あれ、あーやめて。上手よね。いやいやいや、ほら本当だ。この落書きは分かんなくな飽きちゃったんですか。飽きたんじゃなくて、絵でちょっとこういう顔して喋ってるっていうのを忘れたくないなっていうのを。すごい、そんなことできんの。すごい、本当だ。 L じゃないですか。って書いとこうかなっていう。思いっきりクマもあって、うん、すごい、すごいな。いろいろものすごくなんか研究してた気がしますね。ワンピースで、うん、ウォーターセブンでロソックの泣きシーンが大好きという声が多いです。僕もそうです。なんか名シーン入れたっていう噂だよね。そうそうそう。山口カッペイコール泣きの神様です。泣きの神様。何それ。本気の泣きの演技が見られるこちらの企画に参りましょう。はい、泣きすぎくん劇場。まあ、泣きの演技といってもですね、はい、怒り泣きですね、はい、怒り泣きって言うんですかね、はい、はい、そして嬉し泣き、あ、嬉し泣き、さまざまなタイプの泣きを詰め込んだですね、はい、激ムズ朗読劇にカッペイさんには挑戦していただきたいと思います。もちろんやってくれますよね。はい配役はご覧の通り。すぐ泣いちゃう泣きすぎくんを演じるカッペイさんは、いろんな泣き方を演じ分けることができるのか。ここは都内のある小学校。個性的な生徒が揃うクラスに一人の転校生がやってきた。はい、みんな注目。転校生を紹介します。いや、挨拶して。皆さんこんにちは、泣きすぎと申します。よろしくお願いします。するとクラスのガキ大将が泣きすぎくんに突っかかった。へえ、俺様が気に食わないやつはクーだ。転校初日になんでこんな目に。ちくしょう、
ちくしょう。この恨み晴らさでおくべきか。休み時間になり廊下に出るとガキ大将がクラスのマドンナにちょっかいを出していた。なあなあ、今度デート行こうぜ。俺いい公演してんだよ。ちょっとやめてよ、泣きすぎくん、助けて。その子を離せよ。さらに怒りがこみ上げてくる。僕はお前みたいな人間が許せない。もっと怒りが。男の意地とプライドをかけて、その子は俺が守るんだ。うるせえ転校生、お前はこれでも食らえ。くそ、僕はなんて無力なんだ。誰も助けることができない。しかしそんな泣きすぎくんにチャンスが訪れる。ガキ大将がよそ見をしている。今のくらえ、泣きすぎパンチ。いてー、しゃあ覚えてる。やったー、ガキ大将を倒すことができた。僕もやればできるんだ。もしよかったら今から僕と公園でデートしない？ごめんなさい。正直、泣きすぎくんはタイプじゃないんだよね。こんな仕打ちってあるのかよ。僕が泣き虫なばかり。この恨み晴らさでおくべきか。はい、おしまい。どうですか、カッペさんは。楽しかったです。楽しかったですか。楽しかったです、ね、だってさ、はい、悔し泣きがあったり怒り泣きがあったり、はい、嬉し泣きがあったりしたわけだから ね、もうそれを演じ分けられた。しかも演じ分けてないですけどね。小中って書いてあったりするわけ。そうどんどん、ね、書けば何でもやってくれるって思われちゃってるの。私たち有事と友和の BLSMASMR。 お前俺のことが好きなんだろう。さっき言ってたご褒美って。うるせえ口だ。耳が。